おはようございます。おはようございます。さあやってきました。はい、恒例のスピード恒例になったスピードゴルフ競争会がその2できました。はい、この日に向けてどんな準備をしてきたかはまあいいとして、うんうん、はい、後で言うとして、今回ですねフットジョイさんから、はい、あの資格お友達、はい、グレートなお友達をご紹介していただけるということ で、はい、もう早速出てもらいましょう。この方です。もうなんだろう、はい、あ強い強い、はい、もうちょっとこう、はい、スピードゴルフ、女子の日本記録保持者の山本潤さんです。山本潤です。一応女子優勝メダルを持ってまいりました。すごい、かっこいい。記録ってどのくらいでしたっけ？はい、私が前回大会で出したのは、うん、まあ、スコアが81で、タイムが、まあ、70分ぐらい。70分、はい、69分ちょっとかな。すげえ、はい、というのがありまして、鳥肌。日本女子チャンピオンは2年連続、すごい、かっこいい。今年は3連覇がかかるということで、まあ、気持ちは入ってるんですけど。もう当然出るつもりで。いや、もちろん出ますよ。出ますけど、ちょっとまだ時期が早いので、はい、まあ、今日はまだそこまでこう作り上げてはいないなと思いつつ、はい、まあ、でもこういう出番なので、しっかりよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。僕たちは今始めたばっかりなので、うんうん、最初にデモンストレーションしてもらって、はい、今日は僕たちのやるものを見て、うん、あのコーチがてら、うんうんうん、解説もしてもらいながら終わった後でちょっとこうなんじゃないのってアドバイスをしてもらうっていう感じでできればと思っております。今日着てるものがあの青木純さんとほぼ丸かぶりみたいな、こうダブルスで出ようかなっていう感じで。スピードゴルフダブルスあるんですか？スピードゴルフのダブルスはまだないです。もしかしたら企画したら通るかもしれない。なんでもありっぽそうですよね、スピードゴルフ。まだ始まって間もないので日本ではこれからいろいろ増えていく可能性もあるでしょうし、まあ、ベースのスピードゴルフが、うん、女性として始められたとしても私は負けないでチャンピオンの座は譲りたくないと思って。あ、そういう気持ち、すごい仲良くはしますけど、ちょっといいっすね、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 新規搬入をすごいバスってやられました。競技としてね、競技として、うん、競技としてね、切磋琢磨しましょうってやつですよね。そうですよ。あー、燃えてきた。はい、じゃあ今日は、それでやりますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはデモンストレーションの方からいきましょう。はい、はい、行ってきます。じゃあもう山本潤さんにもう3ホールデモンストレーションしてもらって、はい、僕たちがそれを見て学ぶ、はい、っていうことになります。それじゃあもう好きなタイミングでやっちゃってください、はい、お願いします。じゃあお願いします。お願いします。タイムを測るわけじゃないんですね。はい、グリーン左か、いけた。この慌ただしさ、走ってる、結構普通に走ってますね。70分って言ってたからやっぱりショットの正確性を大事にしてる気がする。はい、そうですね、うん、私が前回72、うん、なるほどね。やっぱ10打縮めて10分縮める、スコアではちょっとやっぱ勝てないからな。スピード勝負。おお、あ、右なんだ。やっぱ走りながら抜くんですね。あ、もう次のもう用意してる。用意してますね。そうなんだ。宮治さん前回手で持ってたから、全部こうカシャカシャカシャって。ぐしゃぐしゃだった。次拾うときにきつかった。そうですよね。じゃこのケースをどこに置くかポイントなんですよね。なるほど。ちょっと確認しよう。あ、やっぱり上から。グリーン上は走れないので。上に置いて。うん、置いて。え、次のホールはどこだ？右、あっちだよね。はい。でも近くに置いてるんですかね。うまい。あ、次の動線に本当置いてる感じですね。おー、打った。パターうまい。短いんだね。うまー、ボギーだよ、すごいよ。あそこから順当なボギー、うまいな。あの返しが入るのやっぱすごいですね。ワンウェイゴルフクラブだったら
誰でも参加できるので。あ、そうなんですね。そう、GDO のところから予約すればね、予約できるの で、 すごいです、ね、皆さんも試してみてほしいです。これはそうです、ね、次 T グラウンドそこになったんだ。やった、ちょっと前になった今日。すごい、もうドライバー持ってますね、走りながら。本当だ、ずっと走ってはないですね、うん、滑りとかするのかな。確かに。あ、するね、素振りして。うわー、落ち着いて、焦りがないかなですね。そもそも上手いですからね。落ち着いてる。あれでバランス取るのかな、左と右の。そんなことあります？左と右の。あ、左と右のね。あー、わかんないけど。じゃあもう途中で1本持って、こっちは、そうそうそう、押さえて。押さえて、でこう。わかんない。ワンウェイ結構こう、アンジュレーションある。確かに。アイアンドスリーなんですよ。そうですね。うん。うまいこと、手前に持って。なるほどね。今も落ちてないっすよね。結構転がっちゃった？いや、落ちないです。フェアウェイ。スピードゴルフはロストボールとの戦いでもあるんですよ。全然見つかんないんですよ。まず球筋が追えないから。あった？普通に白い球使ってますね。うん、くらい。距離とかもうざっくりなのかな。あ、それ聞きたいですね、うん、距離の話。え、これ狙うのかな。そっか、139。あれ、8番。あ、安全にいった。なるほどね。はい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 。なるほどね。なるほどね。狙わないです。僕は狙うな。そして落とすな。ゴルフ慣れしてますね。そもそもゴルフ慣れしてますよ、ね。まあ、うまいから。そう、そもそも走って81で回れるから。そもそも81だから。ああ、めちゃめちゃ手前で、本気もない。そもそももうゴルフのレベルが高いからな。うまい。すごい、まさか。パーだ。ナイスパー。すごい。あれが入っちゃうから、やっぱスコアもいいんだ。入っちゃうとかじゃない、入れてる、うん。そもそもがすごい。そうそう、そもそもがね。よく入りましたね。いやー、すごい。余裕のパーって感じ。さすがだな。日本チャンピオンの感じあるよね。そうですね。ある。ピノホールがどこにあるのかってことを分かってないとね、またロスが起きるからね。僕この前こっち行った。あ、なるほど。これ見なかった。なるほど。あ、地図、そう、地図はないけど、ないから。お客さんがいる。一旦ストップしましょうか。おー、しっかり打ってしまう。早です。え、バーディー、まさか、まさかのバーディー。あ、惜しい。結構打っちゃった。強い。ボギー、パーパー、ワンオーバーということで、デモをさせていただきました。お疲れ様でした。すごい、はい、10分くらいですね。で回れるもんなんですね。まあ今日はたまたまパッドが入ったんで。でも81ってことはほとんどパーですよね。そうですよ。まあダボスタートだったりすることもあるんですけど、うんうん、意外とまあ結構レディースだったら短いところもあるんで、バーもバーディーも拾えると思うんですよ。2ホール目の、はい、3打目で
池越えを狙わなかった理由は何なんですか？うん、あそこは、まあ、やっぱりこう息が上がってて、ちゃんとしたスイングができる自信がない時に、まあ、池に入れるのが一番良くないじゃないですか。うん、だったら、まあ、池だとペナルティに払うし、だったらもう最初からもう刻みでいいやっていう割り切り。それはもうその時に判断したってことですか？その時に。だってよ、狙うよとか言って、ね、僕は狙う、絶対もう池とか行っちゃうよとか言ったのに、はい、いや普段なら狙いたいんですけど、スピードゴルフだったら、ね、うん、あえてそこを無理する必要はないかなと。普段のゴルフは全然狙います。距離的にも全然140ないぐらいだったんで。ですよね。で、距離感って目測ですか？目測です。私はこう手首につけたりするとそれもなんか重い感じがしちゃうんですよ。イメージですけどね。でもつけてても全然いいと思うんですけど、はい、でもなんか前つけたこともあって、はい、でも見てる余裕がなくなるんですよ今度。こうやってこうやって、はい、大体でもゴルフはそんなに正確に分かってても打てないじゃないですか、はいはい、だったらざっくりこんな感じっていうぐらいでもそんなには変わらないと。終わってすぐに、打ってすぐに次のクラブをもう持ってたじゃん、はいはい、ね、言ってたじゃん。そうですね、すぐ。あれはもう、なんかあるんですか？やっぱり、ついてから何番にしようってこう出すのが、うん、私はこのクラブケースを持ってるんですけど、はい、やっぱりここから出しづらかったりするんですよ、はい、だったら走ってる時間が一番手が暇なので、はい、そこでだいたい次はこれくらいだろうなっていう落下地点を予測して、はいはい、一応予測したクラブを戻って、うん、万が一近かったらもうしょうがないですけど、うんうんうん、そうですね、その方がなんかタイムをこう短くできるポイントかなと、うんうん、なるほど。僕勝手に思ったのは、はい、左と右でバランス取ってるのかなっていう。ああ、そこはそんなに考えない。でもこれが重いから、はい、こっちに重いのは確かに取っといた方が、はい、いいかなってどっかで思っているところは多少はあると思います。フォローありがとうございます。いえ、うまかったですね。フォローがうまい、さすが。今度はお二人がもう18ホールチャレンジ行っちゃいます。1回はもう経験して、はい、今回はいろいろステップアップしてからの挑戦ということで楽しみにしています、はいはいはい、2回目の挑戦です。